騙されたと思ってやってみよう。はい、こんにちは、のぶや本店ののぶです。今日はみんな大好き頭皮もみもみいっちゃいたいと思います。今日この動画初めて見てくれる人のためにちょっと軽く自己紹介させてもらうとですね、私のぶと申します。千葉県市川市行徳という町でヘアサロンをやっております。普段はですね、大人女子が可愛くなるためのヒントということを満載の動画をたくさん出しております。そしてその中の重要な柱としてこの頭皮もみもみがあるわけなんですが、この信屋本店というサロン、まあというか私信はですね、理容師なんです。理容師ね、床屋さん、散髪屋さん、要するに美容師さんではなくて理容師なんです。理容師というのはですね、頭皮のことに関して結構ね、専門学校時代からしっかり習うということと、信さんのもともとお勤めしていたサロンというのはリラクゼーション系高級床屋さんが発祥ということもあって、ノブさんはそもそも頭皮のもみもみのプロフェッショナルでございます。ただしもちろんね、医学的な検知とかそういったことはないよ。なんだけど、リラクゼーションということに関して、頭皮をもみもみするめちゃくちゃ頭にもいいし、お顔にもいいし、心にも良いと、こういったことを深く知っております。で、今日なんですが、初めて見てくれた方、とにかく騙されたと思って今からのぶさんがやることを一緒にやってみてください。その効果、必ず、ね、必ず実感してもらえるはずです。そして、いつも見てくれているあなた、ね、もうすでにのぶさんの頭皮もみもみの動画たくさん見たよ、もう知ってるよ、といった内容がほとんどだと思います。でも、ここで改めておさらいしといてください。特に知ってはいたんだけどついついサボっちゃってますなんて人はね、こういった機会、せっかく今日この動画を開いてくれたので、のぶさんと一緒にやりましょう。そして改めて、なぜ必要なのか、やった後の実感、これをまた思い出してくれればさらに明日からのモチベーションになるはずです。ということで、まずね、話が長くなっちゃうとめんどくさくなっちゃう人多いと思うんで、いきなり実践からいきましょう。そしてその後、なぜ必要なのかという話を詳しくお話しします。さらに、過去にのぶさんが投稿した頭皮もみもみの動画に寄せられた、こんな効果がたくさんありました。嬉しいです。といった喜びの声、コメントをご紹介したいと思います。それだけじゃなくて、この頭皮もみもみに関する質問もいただいておりますので、そちらにもお答えしちゃいたいと思います。今日も内容盛りだくさんでお届けしますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では、行ってみよう。では早速参りましょう。頭皮もみもみのお話なんですが、まずは呼吸の方法からいきます。おいおい、ちょっと待てと。頭皮のもみもみじゃねえのか、なんでいきなり呼吸の話なんだ。そういう気持ちわかりますが、後で説明します。まずはですね、呼吸の方法を伝授します。今お口を閉じてますかね。お口を閉じて、唇同士を合わせた状態、そしてベロを意識してください。ベロね、ベロは根元からベロの先っちょまで、これが上顎だとするでしょ。これがベロです。今ダラーンとしてる人、これをしっかりと根元から上顎にべったりくっつけてください。これね、上顎につけろというと先っちょをこう上げる人がいるんだけど、そうではなくて根元からしっかり上げる。今警備員さん来ちゃったよ、警備員さん。これね、駐停車禁止じゃないとこなのよ。上顎に対してべったりくっつける。意味わかりますかね。普段これを意識してない人は、ベロの根元がものすごく疲れるはずです。それでもしっかりとベロを上に持ち上げる。ね。上顎にべったりくっつける。そしてそのベロ全体で頭を持ち上げるぐらい、ね。しっかりとベロを上につけましょう。その状態で鼻から大きく息を吸います。はい、吸って、これ以上吸えませんというところまで吸います。その後、鼻からゆっくりと吐く。これ以上吐けませんというところまで吐いてください。それが終わったらまた鼻からこれ以上吸えませんまで吸う。そして鼻からこれ以上吐けませんまで吐くと。この呼吸法、今日の動画が見終わるまで常に続けてください。ベロを上顎にべったりくっつける。鼻から大きく吸う。鼻から大きく吐く。これだけです。そしたら次。呼吸の次は首のストレッチです。ね、ここでも思うでしょう。おいおい待てと。頭皮のもみもみどこ行ったんだと。これも大事なんです。理由は後で説明します。そしたら、呼吸法は今のままで、お口を閉じたままね、鼻から大きく吸う、鼻から大きく吐く。そしたら、胸に手を当てます。ここで手を二つ合わせて、しっかりとこの胸を下に下げる。ね、ビタッとくっつけた状態で下に下げる。そのまま、呼吸法は同じね、口を閉じたまま、顎をぐーっと上げていきましょう。
この時に口を開けない、ベロをだらりとしない。はい、ぐーっと上げる。で、首をどれだけ後ろに反らせるかではなくて、顔が真上に向いた状態で、そのまま上に持ち上げると、ね。手で下に引っ張る、顔は天井につくかのように上に持ち上げる。つまり首を上下に引っ張ります。自分の力でね。痛い人は絶対に無理をしない。今日の全て言えることね。痛い人は絶対に無理をしない。痛くなる手前でやめましょう。で、呼吸を吐いた時特に伸ばすイメージをしましょう。下ろす時特にゆっくりやります。はい。そしたら、今度は手を肩に乗せます。肩に乗せる。ね。肩に乗せたら、また同じように顔を上げていくわけなんだけど、上げた状態で手を乗せた肩と反対側に首を寝かせていく。この時に顔をしっかり顎を上げていくことが重要ね。上げたままの状態で手が乗っている肩とは反対側に首を倒します。つまりこの横を伸ばすということね。顎が下がっているとほとんど意味がないので、しっかりと上げて横に寝かせます。この時も絶対に無理をしない。息を吐く時にしっかりと伸ばしていくイメージです。戻す時は特にゆっくり。はい、反対側も。顎をしっかり上げた状態で手が乗っている肩とは反対側に首を寝かせていきます。この時呼吸は絶対止めないようにね。鼻から吸って鼻から吐くと。はい、戻す時ゆっくり。はい、そしたら今度手を頭の後ろ、こんな風に交差させてね、こんな感じ。そして、首を下に向けていきます。この肘の方向に首を倒していくような感じね。つまり首の後ろが伸びるように。この時も呼吸をしっかりと止めないように。目はつぶらないことね。これ全般に言えるんだけど、行きたい方向、首を曲げていきたい方向を見ながら、そして首筋が伸びているなってことを意識しながらやりましょう。はい、戻す。はい、反対側、こうね。頭をこう、斜めに交差するような感じね。そして肘の方向に。そうすると今度こっちの首筋が伸びるね。呼吸を止めない、伸びていきたい方向を見る。首の伸びてて欲しい場所を意識しながら、よし、伸びろ、伸びろと。そして絶対無理をしない。戻すときは特にゆっくりと。はい、今度は手を交差して頭の後ろで組みます。肘を寄せての真下に、両側で首をぐーっと、ね、両手で下げていく。首の真後ろが伸びるはずです。これも絶対に無理をしないことね。息を吐くときに特に伸ばす。戻すときは特にゆっくり。はい、ここまででね、どうでしょう。もう実感してる人がいると思います。ちょっと真横を向いてみるか。真横をね。そうすると、あら、なんだか首が随分回るようになったと。ゆっくり回してみるのもいいでしょう。あ、なんだか普段だったらゴリゴリしたりね、痛みを感じたりする人がかなり首がリラックスしたと思います。ここまでが首のストレッチね。呼吸法、首のストレッチ。そしていよいよ頭皮のマッサージ参りましょう。頭皮のマッサージね、今までやったことないという人、難しく考える必要は全くないです。もしかすると世の中ではいろいろ難しい理論、難しい技術、何か器具を使ってとかね、そういった方法が出回っているのかもしれませんが、ノブさんの場合は手があれば誰でもできると。難しい技術も知識も何もいらないよと。ただ一つだけ注意してほしいのは頭皮を擦らないということね。頭皮を擦らない。簡単です。これ、手肉ね。いつもこのチャンネル見てくれてる人のおなじみの手肉。今日は赤です。いつも黒だったけどね。これ、頭皮を擦らないとはどういうことなのかということを説明します。まずこれ。これ皆さんやらなくていいです。のぶさんだけやります。親指に手肉をべったりくっつけて、頭皮を擦るということは、こういうことです。こういうことね。つまり、頭皮、これが頭皮だとしましょう。頭皮の上、親指が滑ってしまっている。この場合はね、実際にやった時に、ジャリジャリ、髪の毛が擦られる音がします。では、頭皮を擦らないというのはどういうことかというと、グッと押して、これが頭皮だとしましょう。当てる。こういうことです。ね。離してみると、こんな感じ。これと、
これ、随分違うよね。こっちは大きく広がっちゃってます。こっちは1点です。親指の形だけ。これ何が違うかというと、頭皮の上を指が滑っているのか、それとも、指と頭皮はくっついたまま、頭皮と頭蓋骨がずれているのかの違いです。もう一度いくよ。指と頭皮、これ頭皮だと思ってね、頭皮がずれているとこんな風になります。指と頭皮がずれていないとこんな風になります。それでもこんだけ動いてるよね。これを頭皮でやりましょうよと。そうするともうずれてませんよと。こういったことです。OK? では、両手、用意してください。この4本の指使いましょう。4本の指で耳の上しっかり押さえます。この時指をこう立てるんではなくて指の腹でしっかりと圧をかけます。両側からグッと挟む。この状態で大きくゆっくりと動かしましょう。注意することはたった一つ。指と頭皮はずれない。頭皮と頭蓋骨をずらすんです。これね、自分でやってもね、今までやってなかった人にとっては相当気持ちいいはずです。もし中がゴリゴリしてて痛みを感じる人は痛みを感じないギリギリの圧でいきましょう。痛くない人はかなり強くやっちゃっても大丈夫です。ぐっと両側から挟み込んでしっかりと大きく動かす。人によっては全然動きませんって人もいれば、かなり大きく動くなっていう人もいるはずです。これは個人差があるからね。で、硬い人、ね、動かない人もやってるうちにそのうち必ず大きく動くようになります。そしたら指をずらしてさらに高い位置ね。で、髪型にもよるんだけど、髪の上から押さえるよりもやっぱりね、頭皮に直に指が当たってること、これを意識した方がずれないで済むと思います。髪の毛が間に挟まってると滑るからね。はい、大きく動かして、これを頭のてっぺんまでいきます。髪の毛の上からよりは地肌にね、直接指が当たってる感じでいきましょう。しっかりと大きく動かす。はい、さらに上。はい、さらに上と。ここまでやって、この季節ね、暑いでしょ？お部屋の中で、クーラー効いてないとかね、お風呂上がりにやってるって方、もうすでにこの運動だけで汗をかいてきてると思います。そういう方はですね、ぜひとも水分を取りながら行きましょう。天然のやつ。これ何でもいいです。できることならね、お湯の方がいいよ、お湯。ね。冷たいものをグビッと飲むよりは、あったかいものを飲みましょうね。お湯が一番いいです。まずはのぶさん、お水を飲みます。普段は、サロンでやってるんだけど、今日はお休みなんでね、車の中でやってます。窓閉め切り、クーラー消してます。エンジン切ってるからね、大丈夫です。でも水を飲んでるから大丈夫です。のぶさん体はバッチリ強いですから。次行きましょう。次はですね、親指で、後頭部、ここのね、ツボがあるんだけど、ここをしっかりと刺激します。わかりやすいのは、上からなどっていくと、ここんとこ、コクンと指が入るところがあるので、そこをしっかり刺激するわけなんだけど、頭が絶壁の人はですね、ちょっとわかりにくかったりするので、そういう人の場合は、ちょっと顎を上げてみると、コクンと、コクンとこう、ね、角ができるので、そこが目安です。これ、頭蓋骨の終わりと言ってもいいんだよね。そこから下は骨が、ないですよと。そこから上、頭蓋骨がありますと。その境目、その下側から、こう押すというよりは、下からこう上げるみたいな感じ。少し顎を上げた方が分かりやすいかな。そこね、親指でグリグリ行くわけなんだけど、当然、頭皮と指がずれない、ね。頭皮と指はくっついたまんま、頭皮と骨がずれるイメージで行きましょう。この周辺はね、かなり、グッと押した時に、おーんとなる場所があると思うのよ。おーん、あわわわ、なんか効いてるわ、みたいなね。その場所、特に集中的に行きましょう。両手でやるのが疲れちゃう人は片手ずつでもいいです。こうした方がかなりね、やりやすい。片手ずつね。両手で行ける人は腕のエクササイズだと思って両手でやるっていうのも一つです。この周辺をグリ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 やります。ね。少しずつ指をずらして、その周辺全体的にやってみましょう。ね。そしたら少しずつ上に上がっていきます。この真ん中を目指して、ここをやったらだん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 ぐりぐりやりながら三角形を描くようにだん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 上に上がりましょう。こうペースは人それぞれでいいよ。ね、ペースは人それぞれでいいです。とにかく
頭皮ね、ピンピンに張ってます。これをしっかりと緩めるイメージでいきましょう。ペースは人それぞれでいいです。おっと、口が開いてる人いないよね。大丈夫だよね。口で呼吸なんかしちゃダメですよ。鼻で呼吸しましょう。はい、OK。 そしたら次、今度はこのフェイスライン行きましょう。フェイスラインね、このこめかみのところ、こめかみに指を当ててグリグリ、この3本、もうこれ汗かいちゃってる、3本でこめかみをグリグリ行きましょう。よいしょ、こめかみグリグリね。この時も絶対にずらさないことね。ピタッと頭皮じゃねえや、お顔だね、ここね、お顔と指がくっついたままグリグリ行きましょう。そしてこのフェイスラインに沿って上がっていきましょう。ぶっちゃけた話、これ別に順番なんかなんでもいいです。とにかく下から上、そして擦らないということね。指と頭皮がずれないということだけ考えればいいんです。全然難しい知識も何もいりません。そして気持ちをなるべくリラックスさせることね。大人女子の皆さん、ぜひとも可愛くなれ可愛くなれと、自分をめでるような気持ちで、いつもお疲れさんとね、これからもよろしくねと自分に言い聞かせながら、そして明日の可愛いのためにもみもみしましょう。 OK。 そしたら今度おでこの生え際ね、このおでこのここ、おでこのここに指4本いきましょう。4本当ててしっかりともみもみ、これを頭のてっぺんに向かっていきましょう。これね、過去にノブさんがこういった頭皮もみもみの動画をお伝えしてるんだけど、別にね、その時と同じ順番じゃなかったりするからね。別に順番はどうでもいいの。とにかく法則としてノブさんが考えてるのは、下から上、そしてゴシゴシ擦らないということね。はい。では、疲れてきちゃった人に朗報です。腕が疲れちゃう人はですね、肘をつけばいいだけなんです。これはテーブルのようなところにこうついてやってもいいし、壁のようなところについてやってもいいです。ちなみにノブさんはこれ、頭皮のもみもみいつやってるかというと、基本的には通勤の車の中でやってます。そうすると右手でハンドル持って左手でこうね、この肘掛けのところにできるし、今度は左手でハンドル持ってこのドアのところにね、ドアじゃねえ、窓か。窓のところにこうしてできます。後頭部も全然できます。車運転しながらやる人は気持ちよくて目つぶんないようにだけ気をつけて、安全運転でお願いします。はい、次、手のここ使いましょう。ここで両方こうね、挟んで、耳の上です、耳の上挟んでグリグリしましょう。この時もずれないように、つまり結構ね、抑える力必要ってことだよね。ずれないようにいきましょう。もうね、このぐらいやってくるとかなり頭皮がポカポカし始めてる人多いんじゃないでしょうか。実感してるんじゃないでしょうか。はい、両側グリグリね。で、これね、最初指でやったでしょ、次ここでやったでしょ、ここの方が当然力入るね。もっともっと慣れてきたわという人は、例えばこういったところを使いましょう。こういったところね、こういったところを使うとピンポイントです。さらにね、押す力一点に、集中できるから、弱い力でもかなり効きます。ただし何度も言う通り、絶対に痛いのを無理してやらないことね。痛いことやってあんまりいいことないからね。次の日まで痛くなっちゃったり、もうやるの嫌になっちゃったりしたらもう意味がないから、とにかく強くやりすぎないね。こういったね、大きな面積でやるときってかなり強くやっても大丈夫なんだよ。でピンポイントでやるときは優しくいきましょう。でも慣れてきてる人っていうのはこういったピンポイント、ね、こういった角を使ってやると、これも全然ありです。痛くない人に限定ね。 OK。 ではここで、チェックしてみてほしいことがあるんだけど、今ノブさんのね、動画の画面を見てくれてると思うんだけど、部屋の中を少しこう見渡してみましょう。そうするとさっきよりも視界が明るくなっている、なんだか目の周りが軽くなっている、こういったことを感じてくれてる人いるんじゃないでしょうか。そうなんです。この頭皮のもみもみというのは、何も抜け毛がどうとか薄毛がどうとかばっかりではないんです。それだけではなくて、お顔にめちゃくちゃ効果があります。目が大きく開くようになります。頭皮を揉んでるのに目が大きく開くってなかなか不思議だなと思うかもしれないんだけど、これ繋がってるからね、やっぱりね。そして顔色が良くなっていたりね。実感としてはやっぱりね、首のストレッチから始まってるんで、
首周りがすごくね、首の張り、肩の凝りがなんだか軽くなったような気がするという人もいるでしょうし、まあ誰もが感じるのはきっとね、頭皮がポカポカして、なんだか頭が軽くなったような感じ、これは実感してくれてるんじゃないかなと思います。この頭皮のもみもみに限らず、呼吸と首のストレッチと頭皮のもみもみね、この3つセットでやってもらうのがいいんだけど、やり方忘れちゃいそうだなっていう人は、また今日の動画ね、繰り返し繰り返し何度でも見てください。難しいことはいらない。ただ単に、擦らないということね。それと下から上に行こうぜと、この2つだけです。まあ、もうちょっと付け足すとすれば、痛いことを無理しないと、ゆっくりやろうぜと、リラックスしながらやろうと、自分自身にね、可愛くなれ可愛くなれと問いかけながらやる。たったこれだけです。専門的な技術、知識、道具、何にもいりません。いつでもどこでもできる。ぜひとも実践してみてください。ではここからはですね、なぜ頭皮のもみもみがいいのか、というか必要なのかという話しましょう。これもですね、過去の動画見てくれてる人にとっては完全におさらいなんだけど、初めての人のためにちょっとお付き合いしていただきたいのと、再確認してください。まず髪の毛というのはですね、血液とかなり密接な関係がある。と思ってもらっていいです。というのも、実は髪の毛というのは、頭蓋骨を守るために生えている、ね、大事なところだから守る、クッションの役割をする、紫外線から守る、外気から守る、なんて役割もあるんだけど、もう一つの役割、重要な役割としてはですね、排泄というのがあります。排泄ね。これは排泄というのはうんちやおしっこが代表的だけど、それだけじゃないんだよね。排泄というのはもちろん肌のターンオーバーなんかも排泄の一つでしょうし、髪の毛が生えるということは排泄です。誰もが聞けばあなるほどなと思ってもらえるものの代表的な一つとしてですね、違法なお注射みたいな、違法なことやっちゃう人いるでしょう。なんか気持ちよくなっちゃうやつね。あれよく髪の毛で検出されちゃうんだよね。つまり体に何か入れたものが髪の毛によって排泄されてるわけよ。で、そういったものだけじゃなくて、普段我々もね、特に金属の類が髪の毛によって排泄されると言われてますね。まあどちらにせよ髪の毛というのは血液と密接な関係があって、血液中の不必要なものを出すということ、そして、心臓がポンプの役割をして体中に血液を巡らしている、このことは多くの人が知ってると思うんだけど、頭は心臓よりもかなり高い位置にあります。なので重力に逆らって頭のてっぺんまで血液を届けなければいけないわけね。犬や猫どうでしょうね。年取ったからって頭がはげちゃう犬や猫見たことはないと思うのね。人間だけが立ってね、心臓よりも高い位置に、頭がある。犬や猫や他の動物はだいたい心臓と頭が同じぐらいの平行の位置にあるね。なのでということなんじゃないかなとノブさん思ってるわけなんだけど、だとしたら強制的に頭のてっぺんまで血を巡らせようぜと、そういったことなわけね。それと、なぜ、頭がね、ちょっと寂しくなってきちゃったお父さん、この上のエリアばっかりが薄くなるんでしょうね。耳の周りや襟足が薄くなっちゃってる人、ね、つるっぱげになっちゃってる人っていないと思うんだよね。必ずこの半分より上、これがおでこの人もいるし、てっぺんの人もいるし、つむじの周りの人もいるんだけど、基本的にはこの上の方がそうなるよね。下の方ならないんです。これはなぜかというと、血管と筋肉が原因になってます。ここまでは太い血管があります。血管というのは心臓からね、わーっとこう太い血管があって、首筋かなり太い血管があります。そして頭皮、ね、この下半分までは太い血管があるんだけど、そこから先になるとどんどん血管が細くなっていって、てっぺんは特に、細い血管、毛細血管みたいになっていっちゃうわけね。それと筋肉もそう。ここまでは筋肉があるんだけど、ここから上は膜で繋がっているだけで、筋肉がございません。それを証拠にここを自分の意思で、動かせる人というのはいないわけで、こういったところはまだ動かせたりするわけよ。なので頭の上半分には血が行きにくい。だから強制的に自分でもみもみしちゃおうぜ。これが今日ノブさんがお伝えしたことです。そして、この頭皮をもみもみすると、頭皮にだけいいことが起こるんじゃなくて、お顔にもいいことが起こります。大人女子の皆さん大好きなリフトアップね、リフトアップにめちゃくちゃ効果があるということと、目がパッチリと開くと、こういった効果がございます。さらに今日の呼吸、この呼吸はかなりリラックスするための呼吸です。鼻から吸って鼻から吐くというのはリラックスする呼吸、全身に酸素が行き渡って体が元気になる、引いては大人女子としてのあなたがぐんぐん可愛くなっちゃうよと、そういったことなわけね。さらに首のストレッチというのは、当然首こり肩こりね、この周辺をかなり血行を良くして柔軟性を持たせるわけだよね。なのでより頭に血が行きやすくなるし、当然それをすることによってお顔が
いいことあります。これが分かってもらえるときっとね、今日のノブさんと一緒にやったあのマッサージの方法をなぞっていくだけよりも、なるほどねと、だから必要なのね、だから大切なのね、だからこういった効果が現れるのということを分かってもらえるんじゃないかなと思います。ではここからはですね、過去のノブさんの頭皮のもみもみにいただいたコメントをご紹介したいと思います。シャキーン。その前にちょっと飲ませてもらおう。でんでんのやつ。まずはですね、いただいたコメントの中で非常に効果がありました、良かったですというコメントで、読み上げさせてもらいたいと思います。渡辺敏子さんから、のぶさんこんばんは、頭皮もみもみマッサージのぶさんと一緒にやったら目がすっきりしました、これからは生活の中に取り入れていきます、簡単だからすぐできますね、おさらいで見たかったので今日のぶさんがまたやってくれて嬉しいです、まずは1週間やってみます、こういったコメントです。これは過去の動画にいただいたんだけど、今日もきっとねこの敏子さん見てくれてると思います、そしてのぶさんと一緒にやってくれたはずです。さらなる効果が出ちゃうと思います。次、滝沢陽子、滝ちゃん、頭皮もみもみ毎日やってます、初めて数ヶ月経って動きが大きくなってきて、なんとなく顔のシワも少し伸びてきたような、自画自賛ですが顔色は良くなったと思います、のぶさん体操簡単なので続けやすいです、とにかくいいことだらけ。そうなんです、この顔色が良くなるっていうのもね、血行が良くなった証拠なのね、なので確実に誰もがこの効果実感してもらえると思います。次、えいはなちゃん、今日もありがとうございます、頭皮もみもみ毎日してます、頭皮が柔らかくなり気のせいかもしれませんが顔色が少し明るくなった気がします、どんなお高い基礎化粧品美顔器よりやっぱり一番なのは自分の温かい手なんだなぁと素直な感想です。そうね、いろいろね外側から塗るものとかいろいろあるんだけど、やっぱりね自分の手でやる、物理的に、血行を良くしてしまうということにかなうものはなかなかないんじゃないかなとのぶさん思っております。次、牧子下川さん、美容師さんは表面的な美を整えればいいだけなのに、のぶさんのこういったホリスティックなアプローチは感動しきりです、首上の血行が良くなったせいか、たった1日で10年以上悩まされていた頭皮の皮膚炎が改善しました、かさぶたがない、かゆみもない、ステロイドいらない、信じられません、ありがとうございます。こういったコメントね、このホリスティックっていうのはね、ちょっとなんていうのかな、こう全体的っていう意味ね、髪の毛のことだけじゃなくて健康美全体的なことっていう意味で言ってくれてるんだと思います。そして特筆すべきはこの10年以上悩まされていた頭皮の深刻な問題がですね、たった1日で治っちゃった、こういったことがね全員に起こるかといったらノブさんはそうは思ってないんだけど、少なからずこの牧子下川さんは10年間お薬塗ってて治らなかったものが1日で治っちゃったよということです。こういったことも起こるんだなという一つの参考にしてください。次、はるちゃん、のぶさんいつもありがとう、体操と頭皮のもみもみ一連の動画良かったです、今も続けています、主人もお風呂で毎日もみもみしてます、主人が髪が増えてきたと喜んでいます、私も頭皮が柔らかくなり髪質も良くなった気がします、いつもためになるお話ありがとうございます。なんとはるちゃんは旦那さんが髪が増えたとね、のぶさんこれもですね、別にやれば誰もが髪が増えるなんて思っておりません、髪が増えますよという触れ込みで頭皮のもみもみをおすすめしているわけではないんですが、実際この花ちゃんのご主人のように増えたと実感している方がいらっしゃるのも確かなんです、のぶさんが言ってるわけではありません、実践してくれた人の感想ですので参考までに。はい、次、ルッパルポさん、動画を見て頭をもみもみするようになって7日か10日近く髪の毛が抜けなくなりました、本当です、これからも毎日なるべくやろうと思っています。のぶさんありがとうございます。こういった抜け毛が減ったと、ね、髪が抜けなくなりましたと、こういった実感を得ているルッパルポさんね。これものぶさん別にこうすると抜け毛が減りますよって断言してるわけじゃないんだけど、いい毛が生えるよと。ね、長年続けてみたら、それの副産物としてお顔がというねお話ししてるんだけど、抜けなくなりましたという実感を持っている方もいらっしゃいますということです。次、ともみさん、めちゃくちゃ頭があったかくなりました。ああ、そうですね。これは滞っていた血流が流れると体はあったかくなる。こういったことは頭皮だけではなくてね、体全体に起こります。なので、誰もが感じやすいこの頭があったかくなりましたという実感ね、感じてもらえたようです。はい、次。イーアンさん。めちゃめちゃ目が開きます。
やり方が合ってるのが分かると嬉しいっすね、こういったコメントいただきました。そうです、頭皮のもみもみすると別に目に直接アプローチしてないのに目がめちゃめちゃ開きます。そうなんです、これはもう頭皮とお顔はつながってるのでもうごく普通のことなんですね。なので頭皮をもみもみして目を大きくしちゃいましょうということです。次、高子鈴木さん、頭皮もみもみしただけでなんだか視界が開けた気がします。毎日続けています、ありがとうございます。そうです、目が大きく開くので視界が開く、入ってくる光の量が多くなる、なのでよく見えやすくなる、明るく見える、これも自然なことでございます。よかったですね。はい、次、こまみねりささん、頭皮もみもみは目もはっきりします。そうなんです、この頭皮もみもみが目に効果があるということをコメントでたくさんいただいてます。やっぱりね、つながってるので当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、実感してもらえてよかったです。次、北千住一郎さん、視力回復しました。こんなお話まで出てございます。これもね、もちろんのぶさんは断言しないよ、これをやると目が良くなるなんてことは言わないんだけど、こうしたのぶさんがお願いしたわけでもないのに、こういった効果を実感したというコメントをいただきましたということです。次、カズの暇つぶしさん、目と肩こりめちゃくちゃ悩んでたんですがめちゃくちゃ楽になりました、本当にありがとうございました。そして小野つや子さん、頭皮マッサージのやり方が分かって嬉しかったです、頭がポカポカ。はい、次、彩り桜井さん、頭皮もみもみとても心地よいです、首のこわばりが和らぎました、ありがとうございます。続きまして、福水美穂さんかな、ポカポカしてきて頭が軽くなりました、のぶさんありがとうございます。次、池尻恵子さん、のぶさんありがとうさんです、一緒に頭もみもみ体操をやって頭すっきり、肩も軽くなりました、首のシワも伸びそう。そうです、この首にもねすごく効果があるからね、といった感じで、非常にですね喜びのコメントをたくさんいただいております。この効果もですね、これまでやってなかった人にとって実際にやってみた人の感想というのは参考になると思いますので、ぜひとも騙されたと思ってやってみてください。そして次ですね、質問もいくつかいただいておりますので、ご紹介したいと思います。マサルカワイさんかな、これすごいです、シャンプーする前にやるのがいいんですかね、シャンプーで泡立ててからやると洗いすぎになっちゃうんでしょうか、ということです。この頭皮のもみもみをシャンプーを泡立てた状態でやる、これはですね、一つの考え方で言うと、シャンプーが泡立ってる状態というのは滑りが良くなるので頭皮に対しての摩擦が少なくなりやすいというメリットがなくはないんですが、では質問します。あなたが手の、ね、マッサージをするといった時に、滑りを良くするためにクリームまたはオイルを使った方がいいですよと言われたとしましょう。その代替品として泡立てた石鹸でやったらどうでしょうか。やっぱり手がカサカサになるということはイメージできるよね。オイルやクリームは保湿をするけども石鹸は油を落とすと、なのでつまり乾燥を促進するということが考えられると思いますので、摩擦を軽減するという意味では悪くはないんですが、今日お伝えしたのぶさんの方法というのはそもそも摩擦を起こさせない方法をお伝えしたので、シャンプーを泡立ててやる必要はないんじゃないかなと。むしろそれは手に石鹸の泡をずっとつけっぱなしにしたままで手をもみもみするのと同じことなんじゃないですかとのぶさん思うので、のぶさん的にはあまりお勧めしませんよということです。そしてもっこりはんさん、もちろん男にも効果ありですよね。ありです、もちろんありです。これはもう男も女も関係ないです。特にですね、男性の場合っていうのは薄毛気にしてる方いると思うのね。でさっきも何度も繰り返しも言ってるんだけど、別にこれをやったからって毛が増えるとかってことを断言してるわけでもないし、薄毛が予防できるということを断言してません。でも理論的に考えてみると、やっぱり、頭皮をもみもみすることによって血流が良くなれば、そういった効果は期待できなくはないんじゃないかなというのがのぶさんの感覚ですので、男だから女だからということは関係なく、ぜひとも取り入れてみてください。基本的にこのチャンネル、可愛い大人女子のために運営しておりますが、男性の視聴者さんがいるのも知ってます。男性にももちろん同じような効果があります。イケメンになっちゃいましょう。そして次、OK GO さんっていいのかな、頭皮マッサージが白髪には有効じゃないんすね。これね、多くの方が YouTube 上で頭皮をマッサージすると白髪を予防することに効果がありますと言ってる人がまあまあいるのを知ってます。でもね、のぶさん的にはですね、別にこれを何かの効果、
髪の毛に起こる効果、例えばね、癖毛が直毛になりますとか、例えば薄毛が改善されます、抜け毛が減ります、さらに白髪がなくなりますみたいなことをあんまり言いたくないのよ。というのもノブさんがそれを実感してないからね。ノブさんは白髪いっぱいあります。なのでこれで、白髪が減るということは断言したくないんですね。実際にそういったデータがあるのかどうかも知らない。ただし白髪が老化現象だと考えた時に、頭皮の血行を良くすれば白髪が減るという可能性はなくはないのかなと思うんだけど、あまりそういった目的でやっちゃうと続けていった時にどうしても結局効果がないからやめよってなりやすいのよ。これを防ぐためには別にその白髪をなくすためにやる、髪の毛を生やすためにやるではなくって、健康のため、気持ちよくなるためにやるというモチベーションの方がいいんじゃないかなと思うのね。そして合わせて難しく考えないということね。ノブさん今日たった2つのルールというかね、守るべきことをお伝えしました。下から上にやりましょうということと、摩擦を起こさないね、こすらないということ、この2つだけです。特別な器具もいらない、専門知識もいらない、技術もいらないと、これこそが前に続けられることなんじゃないかなと思うので、こういった方法をお伝えしました。それとね、これぜひ皆さんに知っておいてほしいんだけど、やっぱり1週間に一遍長い時間しっかりやりますよりも、少しでもいいから毎日やった方がいいと思うのよ。それには生活の中に取り入れるということがめちゃくちゃ大事だと思います。生活の一部分、例えばこれは、ご飯を食べたら歯磨きをすると同じように、何々の時に必ず頭皮をもみもみする、これをどれだけ生活の中に落とし込めるかが大事だと思います。さっきも言った通り、ノブさん車を運転しながらよくやります。そうじゃない人、例えばお風呂の湯船に浸かってる間にやるとかね、お布団に入って寝る前にやるとか、朝起きたらやるとか、お仕事のお昼休みにやるとか、こういった生活の一部分にしてしまう。しかも一日たったの1分とかでいいわけだよね。これをまず最初1週間続けてみようと、こういった気持ちで簡単にやる、難しくしない、これこそがですね、長く続け効果を実感できる、その最大の秘訣なんじゃないかなと思いますので、ぜひともこの考え方取り入れてみてやってみてください。ということで最後までお付き合いありがとうございました。ちょっとお水失礼します。さすがにですね、エンジン切りっぱなし、窓閉めっぱなしの車内で、びっちょびちょになりながら暑いです。でも水分補給してるから大丈夫ね。ノブさんの体がめちゃくちゃ丈夫だから大丈夫です。ということで、お休みの日に、車の中から失礼しました。もうね、ここまで見てくれた方はですね、あなたの可愛いは約束されてます。ただ、さらにもっと詳しく知りたいわという方はですね、こちらの動画ぜひじっくり見てください。今日の動画が終わった後ね、見方は今見てくれてる画面の下に今日の動画のタイトルがございます。そのタイトルをポチッと押すだけでこの動画が見れるようになってます。とにかくこういったことはね、繰り返し繰り返し頭にインプットして、とにかくやり続けるということが大事だからね。これが義務になっちゃうと嫌になっちゃうから、とにかく自分ではこれが必要なんだと、やるといいこと起こるんだということを実感してみてください。それと8月5日木曜日夜9時半からライブ配信やっちゃいます。このチャンネルの編集&音楽担当の赤ずも福岡県田川市から駆けつけて、我々2人であなたと楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、今のうちにスケジュールバッチリとチェックしておいてください。とにかくね、このチャンネルをご覧のあなた、ノブさんと一緒に可愛い大人女子を目指しましょうね。ノブさんは可愛い大人女子目立たないよ、ね、ノブさんはおじさんですけども、あなたは可愛い大人女子になるために、しっかりとノブさんの動画を見てですね、実践してみてください。この実践するということめちゃくちゃ大事だからね。ってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョキでした。ありがとう。熱い。 2, 3,